いつからか物語の中にいた。誰もが主役を知りもしないままで、高らかな声で歌え。ここにあるメロディー一つで明日を紡いでゆけ。いい感じですね。出し切りましたね。出し切った本当。アイディアはあるんだけど、それを二人で決める時間がそんなになくて、ね、なかなかね、ギリギリまでその進まなくて、でも蓋を開けてみたら、もう携帯でバンバンやり取りしたら早かったっていう。自分らのバンドとバックが違うじゃない、全然。うんうん、こういうスペアザの作ってくるオーケーがなんか。そうですね。そこに絡んでどういう風な完成形になるのかっていうワクワクさはずっとあってね、うん、でなんかそのケムニーやバックホンと違うんだけど、その2つのバンドのボーカルをイメージして曲も作ってくれるからね、うん、で聞いてるとなんかわかるんですよね。わかるよね。あるメロディー一つで明日を紡いでゆけ。